パラリンピック競技ボッチャで盛り上がりました。9月21日霞が関コモンゲートでボッチャイベントを開催しました。ボッチャは重度の障害がある選手のために開発された競技で、障害の有無や年齢を問わず楽しめるスポーツです。赤と青のそれぞれ6球ずつのボールを投げたり転がしたり他のボールに当てたりして、ジャックボールと呼ばれる白いボールにいかに近づけるかを競います。リオデジャネイロパラリンピックで日本代表選手団は見事銀メダルを獲得しました。イベントにはリオ大会で活躍した杉村英孝選手と広瀬隆之選手に参加いただいたほか、12校の特別支援学校から32人の生徒が、そして文部科学省からは松野大臣、吉井副大臣、樋口大臣政務官らが参加しました。丸川珠代東京オリンピック・パラリンピック担当大臣や萩生田光一内閣官房副長官、長谷前大臣も参加されました。はじめに松野大臣チーム対丸川大臣チームに分かれて試合を行ったほか、誰でも参加できる体験コーナーも設置し、初心者から日本代表選手まで多くの方がボッチャを楽しみ、会場は終始拍手や歓喜の声が上がるなど盛り上がりを見せていました。参加者はボッチャを楽しむとともに、ボールを正確に投げることの難しさだけでなく、戦術やチームワークが大切となるボッチャの奥深さを感じていました。パラリンピックで銀メダルを取った選手となんか関わり合えるのがすごく嬉しかったです。そうですね、学校とかでもボッチャを授業でやらせていただいたんですけど、やっぱ、そうですね、メダリストの方々や大臣の方々とやらせていただくことによって、やっぱ自分の練習がやっぱ無駄じゃないんだなということが分かりました。私が、大人になっても続けられる障害スポーツになればいいなと思います。いろんな方が参加していただいて、そこでボッチャの楽しさや面白さが、伝わればなと思っています。そうですね、やはり若い選手が増えてくるということはすごく嬉しいことですし、僕らにとってもすごく刺激になりますので、お互い切磋琢磨し合って協力の向上につなげていければいいなと思います。松野大臣は障害者スポーツの場所の確保などの課題に対して、特別支援学校を拠点として全国で障害者スポーツを普及させていきたいと話すとともに、パラリンピックの成功あってのオリンピック・パラリンピックの成功であり、リオの勢いを2020年の東京大会につなげていきたいと語りました。